はい。いつもの峠の雑談です。今日のお話はね、カフェレーサーと昆虫ンというお話ですね。えっ、ー、とね、僕の古い知り合いの人で、まあ、アマチュア無線のね、知り合いの人なんですけどね、えー、ブログをやってらしてですね、えー、それをね、たまたま僕は、昨日かな、見てたらね、カフェレーサー作ってらっしゃるんですね。SR400、500かな、400か、どっちかちょっとわかんないんですけどね。えー、 仮に S さんとししきましょうかね S さんがね作ってらっしゃってあの出来上がったからということで走りに行ったんですけどそれねセパハン SR につけてたんですねそして走ってみたらちょっとあのきつすぎてね年齢いってるんでもうきつくてねダメだっていうことを書いてらっしゃったんですけどねえー、僕が思いにですねあのカフェレーサー セパハンでああるる必要があるのかなと思ってね僕の中のイメージではねカフェレーサーっていうのはコンチハンなんですねえー、まあそれがどうしてかっていうと1970年代頃にねカフェレーサーブームっていうのがありまして、えーまあ、その当時はジャパニーズカフェレーサーですねあの CB400 スーパー4ですねホンダのね今のスーパー4とは違います OHC クーレ4気筒のね えー、CB400 ですねそれが出た時に、えー、メーカー製カフェレーサーというふうに呼ばれたんですね、えー、それがまあ最大の原因はねコンチネンタルハンドルがついてたっていうことなんですけどねまあ,あの当時ねコンチネンタルハンドルでもまあ、普通のハンドルから付け替えるとね、えー、車両改造にあたるということでね警察に摘発されてたんですねそれがメーカーさんがちゃんとねあの 国のね認可を取って、コンチネンタルハンドルをつけたモデルを出したということですごい話題になったんですね。で、まあ、あの、タンクがですね、あの、四フォア、シビアン、まあ、四フォアって言った方がいいですかね。四フォアの場合、あの、四角い感じのタンクがついてて、あの、それもね、カフェレーサーっぽいっていうことでね、すごく、あの、人気を呼びましたね。えー そういうことがあるんで僕の中ではねカフェレーサーっていうのはもうあのコンチハンがついてるだけで僕の場合はカフェレーサーというイメージがあるんですねだからちなみにこれ今 YBR250 もこれコンチハンですよねこれでももう十分僕はカフェレーサーじゃないかなと思うんだけどあの今時の傾向としてはセバハンにしないとカフェレーサーじゃないみたいなね感じがあるんだけど コンチハンが一番いい,いいんじゃないかなと実際にねあのでそのフォルム的に何て言うんですかね、えー、カフェレーサーっぽくなるなんていうのかなギリギリのラインが僕はコンチハンだろうと思うんですねまあ一文字反応がもっとカフェレーサーっぽいしそれはもちろんセパフ反応がねそれ,なそれらしいんでしょうけどね、えー、でも実際に現実にその,そのバイクでツーリングに行くとか いいろろ考えた場合とか、あのなんていうのハンドルフロントが暴れた場合ですね押さえることも考えるとコンチハンがやっぱり一番妥当じゃないかなってなんとなくこうずっとそういう気がしてて、あのー、ジャパニーズカフェっていうとやっぱり4フォアが僕の中ではすごくあってですね、あのー、そこがなんていうのかな一番かっこいいっていう僕の中での認識ではかっこいいですね。 セパハンになるとなんかちょっとね。えっ、ー、と、なんかあのレーサーレプリカとか、そういったものに近いかなという感じの印象を僕は持ってるんですね。まあ、感覚が古いのかもしれないんですけどね。だから、あの。カフェレーサーね、僕も実は作りたいと。思ってますの、ね、話も。動画の中で何回かしたと思うんですけど。僕もでもカフェレーサー作るとしたら、セパハンにせずにね。 の知班のまんまでいくでしょうねまあ最近はそのなんていうのかなスタンダードがの知班みたいな感じですか割とあのロードスポーツバイクはね、えー、そんな気がしますねあの昔だから <laughs> 1970年頃っていうのはイギリス風の、えー、若干アップめのハンドルが標準でねどのバイクもついてたんですね、あのー、だから当時はね あのあれだったんですね。コンチハンでももう十分カフェレーサーっていう感じだったんですね。だからその時代にね。あのカフェレーサーがねって言うと、その4フォアがすごく人気があったということなんですね。で、まあ、最近はね。なんかセパレートハンドルするのが普通に流行ってるみたいですけど、あの？何ていうのかな？結構前傾がきつくなりすぎてですね。 おそらく首とかを起こさないとね真正面が見えないんじゃないかなと思うんですねでそれだと結構きついだろうなと思いますね、えー、そんな気がしてますねだからあのその古い知り合いの S さんですけどねブログの方にね「<laughs> そのセパハンダメだダメだ元に戻す」ということでね、えー、SR に最初からついてたこんちゃんに戻されたんですかねなんか そういうい写真がアップされてましたんでねだから僕ねその時ちょっとコメント書こうかと思ったんだけどあの結局ね、えー、なんかそのブログ先になんか登録しないとなんかコメントも書けないみたいだったんで結局書くの躊躇してやめちゃったんですねだからもし万が一 S さんがこれを動画を見てるかどうかちょっと分かんないですけどねまあ見てればそのコメントの内容をねここで動画で喋ったということですかね。だからあのー SR の場合、僕的にはですねノーマルのまんまでね、こんちゃんついてるので、SR400 の場合ですけど、えー、シングルシートをですね、元と製のシングルシートをそれにつければ、それでね、十分カフェレーサーじゃないかなと僕は思ってんですね。で、SR の場合、それが一番綺麗な形のような、なんとなく気がしてるんですね。えー、だから、シングルシートだけ、どっかね、あのオプションとかで手に入れられて、 男のシングルシート作られたらもうそれで OK で終了でいいんじゃないですかね。それだと車検の時もも、ね、シングルシートをノーマルシートに変えるだけで、ねえー、車検も通せますし、ね、すごく便利じゃないですかね、えーっと。そんなことをちょっと思いました。ということで、ね、コメントをその時に書き込めなかったので今しゃべりましたという今回のお話でしししした。たたまままだ、ね、チャンネル登録おお済みでないいいいよううらろく願す。ごご視聴どうもありがとうございました。